どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。今日はちょっとね、映画館に関するニュースを取り上げたいと思います。全教連、都内劇場への休業要請を受け、合理的かつ公平な説明をするのが行政側の責務ということで、はい。この、緊急事態宣言が、発令され、延期が決まりましたよね。そして僕の動画でももう散々今まで言ってきた、お伝えしてきた通り、映画館に、ある程度の規模の映画館に休業要請が入っているということでね、これに激おこしたですね、映画関連団体、全国興行生活衛生同業組合連合会っていうところがね、激おこぷんぷん丸だということで、それについて今日ね、お話をしたいと思います。このね、全教連、これね、全国興行生活衛生同業組合連合会って、結構ね、長い、名前がちょっと長いんですけど、僕もね、こんな、団体があるっていうことね、初めて知りまして、映画のね、団体で、この全教連っていうんですかね、なんかちょっとこう、学生運動とかのなんか組織みたいな感じがしないでもないんですけど、そういう組織ではないんですね。で、どういう組織かっていうと、こんな感じですね。全教連について、これはね、全教連は全国47都道府県の興行組合が会員となって、関連団体と協力し、諸事業を実施しておりますという、何ですかね、秘密結社か何かですかね、よくわかんないんですけど、はい。映画館へ移行実行委員会、映画産業団体連合会が、で、全国生活衛生同業組合中央会らが、なんていうかな、関わってる、加盟していると。で、全国7ブロックで活動していて、それぞれの特色を生かした活動を行っている。で、この全教連概要を見るとですね、全教連は、生営法、生活衛生法に基づき組織された、各都道府県の生活衛生同業組合によって構想される唯一の団体だそうです。この生活衛生ってね、公共衛生の見地から国民生活に極めて関係のある業種の衛生水準の向上経営の健全化とか、その他もろもろをやって、消費者の利益を増進して国民生活の安定を図るために定められた法律なんですけど、それに基づいて、組織された、いわゆる圧力団体みたいなもんですかね。僕らで言えば推理作家協会みたいな、そういう、団体、圧力団体なんでしょうね。というわけで、その圧力団体がですね、こんな声明を出したんですよね。東京都における緊急事態措置に対する声明文っていうのを、2021年5月11日、昨日ですね、昨日これをね、声明文を出しまして、その声明文がね、こちらになります。はい。映画を愛する皆様へ、声明文。全国興行生活衛生同業組合連合会長佐々木真一さんということでね、読んでいきましょう。日頃より映画館に対してご支援を賜り、また上演に際しては感染予防対策の遵守徹底にご協力を賜り、誠にありがとうございますと。さて、ご存知の通り、東京都における5月7日付、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置などにおいて、映画館が休業要請を受けております。皆様にご心配、ご迷惑をおかけし、大変心苦しく思っております。本当だよ。同日に内閣官房新型コロナウイルス感染対策推進室より発表された事務連絡における国が示す目安において、特措法指令、施行令11条1項4号の劇場などはすべて人数上限や収容率などの要件に沿った施設使用の要請を行う施設として認定され、実際上の営業が許可されているところ、東京都においてはそのうち映画館、プラネタリウムのみが、施設規模に応じた休業要請の対象と整理されていることは痛恨の極みです。はい。ちょっと表現がね、回りくどくて分かりにくいね。我々全教連及び、教組はコロナ禍の初期により、感染専門医と協議の上、科学的見地に基づいたガイドラインを作成し、大切なお客様に一人の感染者も出さないを合言葉に、それを遵守徹底することで、現在まで映画館でのクラスターを発生することなく営業することができた自負があります。うん、それは認めますよ。もちろん何より、お客様の最大限のご協力、そもそも工業上の厳しい換気基準があってこそではありますが、相対的な感染リスクの少なさは、政府あるいは各自治体からも評価をいただいているところでございます。はい、その通りですね。今回の非常に残念な措置を受けたことは理解することが難しく、東京都ご担当者に繰り返し質問をさせていただきました。そのお答えは、人流を抑えるための総合的判断、感染症リスク上の線引きではなく、人流抑制を目的としたもの以上のものをお示しいただくことができず、我々の期待したお答えをいただくことができませんでした。傘下の事業者からも、なぜ映画館だけが納得できる理由がないといった声が多数上がり、映画を愛する皆様からも非常に多くのご心配の声をいただきながら、我々も説明することが叶わず、日々苦慮しております。また、東京都の映画館を占めることは、事実上全国規模の映画の公開が不可能なこととなり、すでに明日には新しい基準が適用される12日が迫っていることから、多くの映画館が中止や延期の判断に追い込まれつつあります。新作の映画が提供されなくなった他府県の映画館、関係する配給会社、制作会社、出演者、スタッフまでも苦境に立たされています。彼らの悲痛な叫びには心が張り裂ける思いです。当然ながら感染防止に最大限の協力を行うことには、一点の疑問もなく、ただ今回の措置に合理的かつ公平なご説明をいただきたいと願うばかりです。それが非常に重い私権の権限を我々に課す行政側の責務であると考えております。今後は今まで以上に東京都様に我々の感染対策を説明し、一日も早くご理解を賜る努力を続けてまいります。従来からの皆様のご愛顧。ごめんなさい。今ね、ちょっと iPhone のね、スヌーズがね、なってしまいました。今後は今まで以上に東京都様に我々の感染対策を説明し、一日も早く、ご理解を賜る努力を続けてまいります。従来からの皆様のご愛顧、ご支援に感謝申し上げるとともに、引き続き、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。ということでね。はい、皆様に心より御礼申し上げますと。締めくくられておるわけなんですけどね。皆さんね、ご存知だとは思いますけども、緊急事態宣言が延期されてですね、で、また映画館は今まで休業要請が出て休業していたんですが、一応ね、5月11日までってことで、映画館は12日からね、早速営業再開しようとね、していたわけなんですけど、なんとね、延期が決まり、で、なおかつ、映画館は休業要請の対象になっちゃったんですよね。なので、5月31日まで営業再開できなくなっちゃったみたいなね。そんな感じなんですよ。で、これはよくわからない。ここはね、ちょっと問題なんですけど、いわゆるね、ここにも書かれている通り、劇場は全てなんですが、なぜかね、映画館とプラネタリウムにね、限定されたんですね、今回。はい。いや、どういうことだと。ねで、例えば寄席とか、いわゆる舞台、演劇ですよね。あとコンサートホールとかは、OK なんですよ。もちろん時短要請にはなるんでしょうけど、いろいろとね、制限はかかるにしても営業できるようになったんですが、なぜか映画館とプラネタリウムのみがね、休業要請の対象と整理されてしまったわけですね。当然ね、映画関係者からすれば悲鳴が上がって、でもすでにね、もう今回こんな長い緊急事態宣言によるね、休業要請に応じて真面目に休業要請従ってたわけですよ。1日あたりの保証金、支援金もね、スズメの涙ですよ。まあ、例えばもうシネコンみたいな新宿とか渋谷のシネコンなんていうのはね、もう1日何百万円とか何十万何百万円という損金が発生していく、もう1日単位でね、何十万何百万という損金が発生していく中で、まあ支援金がね、一律10万だか20万だか20万でしたっけしかもらえない、もうスズメの涙。そんなんではやっていけないわけですよね。映画館だけじゃないですよ。まあ、結局、その映画に携わる人たちすべてに影響がいくわけですよね。で、まあ、東京、大阪、兵庫だけだからいい、まあ、いわゆる一部のね、県だけだからいいだろうって、そういうわけじゃないんですよ。東京とか大阪の映画館が閉まるっていうことは、もう基本、新作映画、ここにも書いてありますよね。新作映画は、もう、延期するしかないわけですよね。地方だけではとてもね、採算が上がらないんで、やっぱり東京とか大阪でやらないとですね、まあ、ちょっとね、映画館でかける上映するわけにはいかないんですよね。きちんと正常なね、通常な営業状況にならないと、新作映画を、かけるわけにはいかないわけですね。これも書いてありますよね。新作の映画が提供されなくなった他府県の映画館。だから他の映画ね、他府県の映画館は営業してるんですけど、新作映画がかけられないんで、まあまあ結局、お客さん来なくなっちゃうわけですよ。営業したところで。で、もう今そんな感じでね、もう関係する配給会社、制作会社、出演者、スタッフまでもが苦境に立たされてしまっているわけなんですよ。それに対する保証はないわけですよね。支援は全く今のところ出ていないわけですよ。それはもうね、まあもうそもそもこんなね、このいわゆる全教連がね、こんな声明を出してくる、これもう本当に断末魔の叫びなんですよね。本当に追い詰められて追い詰められて、もうニッチもサッチもいかなくなって、どうにもならなくなってるから、もう SOS が出てるわけですよ。で、今日かな、昨日だか今日、なんかサイレントデモを行うそうですね。どこでやるのかな、どっかで、都庁の前でやるって言ってましたね。サイレントデモをこの人たちが行うみたいなことを声明を発表してました。声明っていうかなんか、ツイッターか何かでね、発表してましたけども、サイレントデモを行うって言ってましたね。もうそのぐらい追い詰められているんですよ。で、本当にね、僕たち映画ファンからしても見ても納得できないのは、まあ、なんで映画館プラネタリウムがね、対象になったんだ。寄席とかコンサートホールとか、まあ、劇場、他のこの演劇の劇場は OK なのに、なんで映画館がダメなんだってことに対して、まあ、この説明を求めたわけですけど、まあ、よくわけのわかんない理由ですよね。人流を抑えるための総合的判断。感染リスク上の線引きではなく、人流抑制を目的としたものっていうね、もういつもながらのこうお役所的な返答しかいただけていないし、そもそもこんなの理由になってないですよね。人流を抑えるための総合的判断であるのならね、じゃあなんで他の劇場が、営業再開できるんだとかね、デパートとかいろいろありますよね。他にもいろんなこう、ものがあって緩和されたりしてる部分もあるのに、なんでそちらはいいんだっていうことになるわけですよね。そちらを緩和すれば人流は増えちゃうんじゃないのっていうね。まあ、人流を抑えるためにはちょっと理由にはならないですよね。まあ、こんな回答しかできない。こんな、まあこれもう本当に根拠として整合性がもうないわけですよ。こんな回答しかできないっていう、まあなんて言うんだろう、こういう東京都の、もうこういう姿勢からしてね、まあ、行政側もかなり迷走してるんだろうなっていう。もう訳が分かんなくなっちゃってる。混乱をきたしてるんだろうなっていう。だけど何もしないわけにはいかないから、とりあえず、まあ、ちょっとやってますよアピールしなきゃいけないから、まあ、今回その映画館とプラネタリウムがその犠牲になっているという。まあ、そんな感じですかね。要するにまあ、いろんな、パワーバランスだと思うんですよね。まあ、要するに、まあ、例えば東京都の天下り先とか、まあそういうことでしょうね。どれだけ寄付金を納めているかというね、政治献金だとかね、そういうのはいくらもらっているかとか、あとまあ、天下り先があるかとかね、まあそういったパワーバランスを鑑みてですね、まあ映画産業にはどうも東京都にとってはあんまり旨味がないと、今まで旨味のあるようなことがなかったと。まあだから、まあ今回ちょっと映画館をね、犠牲にしようかみたいな、まあ、営業、休業対象にしちゃったみたいな、そんな感じがするわけですよね。まあ、当然こんなのね、映画館からすれば納得できるわけがなくて、まあまあ、どちらにしてもですね、こんなことをしたところで、今回のね、いわゆる措置がですね、感染症を減らすとか人流抑制ができるとはとても思えないわけですよね。だってもうすでに、このゴールデンウィークやったわけじゃないですか。緊急事態宣言をね、やって発令して、やったにもかかわらず今んとこ感染者は増えてはいるけど、なんかすごく減ってるって感じしないですよね。1日の感染者数が100人切ったとかね、もう10分の1になったなんて話は全然聞かないし、人の流れもね、結構いるじゃんみたいな感じになってますよね。で、今回もゴールデンウィークは終わって、さあ仕事が始まったら、また普段通りね、リモートをすることもなく、みんな都心に集まって、全然ね、人の流れ抑制できてないわけですよ。で、そこにもってこんなね、ことしたとこで、もう全然ね、効果なんて見込めないっていうのは多分ね、東京都自身も分かってると思うんですよね。でも何にもしないわけにはいかないから、とりあえずやってますアピールで今回こういうことしたんだろうなと。でも本当本格的にやっちゃうと、本当に経済が回らなくなって死んじゃうから、とりあえず弱い人たちを犠牲にして、自分たちにとってね、なんていうか損がないというか、あんまり政治献金とか、天下り先がないとか、行政とか役人の人たちから見てもね、自分たちにとってダメージの少ない人たちを犠牲にすることで、やってますアピールしてんのかなって、そういう感じしかしませんよね。今回映画館を犠牲にしたというわけでじゃないかなと思うんですよね。当然それはね、たまったもんじゃないですよね、映画関係者からすれば。とにかくもう本当にね、今の行政のやってることっていうのが、まさに迷走なんですよね。意味がよくわからないわけですよ。でね、昨日宝島社がね、こんな意見広告をね、各新聞社に出しました。はい、これ、みんな、ツイッターでも話題になってるんで、皆さんね、知ってる方もいると思うんですけど、ワクチンもない、薬もない、竹槍で戦えというのか、このままじゃ政治に殺されると。なんともね、ものすごくインパクトの強い、この、広告ですよね。意見広告出しまして、これ宝島社なんですけどね。いや、宝島社のなんかね、今までのこの出版物からして、いやとも思わないでもないんですが、時々宝島社っていうのはこういうね、インパクトの高い意見広告を出してくるわけなんですよ。竹槍じゃ竹槍で戦えっていうのかっていうことで、子供たちがね、竹槍を持ってるのかなと思いつつ、よくよく見るとこれ竹槍じゃねえよな。これ、僕となぎなたですよね。これ、なぎなたじゃんみたいな。おい、これ、竹槍じゃねえよ、宝島社みたいなね。それはともかくですね。政治に殺されるって、ほんとそうだよね。まさに政治に殺される。もうまさにこの映画館は政治に殺されようとしてますよね。もうだってもうここ1年半で、どんだけ経済的損失をね、被ってきたか。映画産業は、政府とかね、行政の言うことをきちんと聞いて、映画館をね、閉めて、本当にこの経済的ダメージに耐え忍んできたわけですよ。ところがもうね、限界なんですよね。市民の努力にも限界があります。そうなんですよ。もう国民はね、限界なんですよ。自粛が続き、経済は大きな大打撃を受けている。厳しい孤独と直面する人も増えている一方です。そして医療現場は危険と隣り合わせの状況が続いている。もう疲弊するばかりです。今の日本の状況は太平洋戦争末期、幼い女子まで竹槍訓練を強いられた非科学的な戦術に重なり合うと感じる人も多いのではないでしょうか。これなんですよね。非科学的な戦術。で、だから、この非科学的な戦術じゃないのっていうことで指摘してるわけですよね。全教連は。それに対して、都の方が、この人流抑制云々みたいなね、返答している、この非科学的な返答をしているわけですよ。根拠が全くない、もう根拠不明な返答をしているからこそ、この非科学的な戦術って言われちゃうわけでね。竹槍だと。竹槍戦術だってね、今言われてるわけなんですけども、まさにそれなんですよね。その竹槍戦術の犠牲になっているのが、もう筆頭が映画館とかプラネタリウムなんですよね。ちなみに、美術館もその対象になってまして、で、国立のね、美術館は、12日から一応なんか開催するみたいな流れだったんですけど、急に昨日ですね、開催をね、急遽、取りやめることになったらしいんですよね。だから美術館もまたね、休業状態に入ります。国立の、ね、美術館っていうのは、所詮国民の税金で開いてるんで、関係ないんですけど、私立のね、個人でやってるのは、美術館、ちょっと大きめの美術館は、またこの休業要請の対象になっちゃうわけですよね。まあ当然ね、そんなことしたら、まあ維持できないから、潰れちゃうだろうみたいなね、ところなんですけども、まあ、本当に困りますよね。もう我々はね、今竹槍でコロナと戦わなきゃいけないような状態で、まさに竹槍戦術なんですけど、まあ結局ね、有事、まあ日本っていうのはね、有事が来ると、未だに竹槍訓練を強いるようなね、まあ、政策といいますか、方策を、まあ、押し付けてくるのかなっていうことで。まあ、こんなことをね、繰り返していると、本当国民は言うこと聞かなくなりますよね。うん。まあ、現にもう言うこと聞いてないじゃないですか。まあ、結局、非合理的、非科学的、非合理的な、まあ、お願いとか命令とかね、指示を、繰り返しているとですね、だんだん人の心っていうのは離れていくんですよ。もう言うことなんか聞いてられないっていう風になっていくわけですよ。で、今の日本の状況というのがまさにそれで、こうなっていくとね、一時が万事じゃないけど、まあ、コロナに関することだけじゃなくなるんですよね。もしかしたら他の法律とか、まあ、いわゆるルールですよね。社会的なルール、まあ、いわゆる治安の悪化につながるんじゃないかなっていう。まあ、結局、まあ、政府、まあ、警察とか検察とかね、そういうのも、まあ、政府の一企業、まあ一機関ですからね。まあそういう人たちに対しても言うことを聞かなくなってくるんじゃないかなって思うんですよ。まあそうなるとね、まあある種、アナーキーなね、人たちが増えて、まあ無政府主義じゃないけども、もう政府の言うことなんか聞けねえよっていうことが、拡大解釈されて、イコール、じゃあ警察の言うことなんか聞かないよみたいな話になってくる。で、保健所の言うことなんか聞かないよってなってくるとですね、まあアナーキーな社会が展開されていて、まあ治安のね、悪化につながっていく。治安が悪化すれば悪い人たちが暗躍していく。まあそれによってますますね、日本の状況が悪くなっていく。で、真面目な人たちがどんどん損をしていて、悪い人たちが、肥えていくみたいな社会がね、今後ね、日本の将来、日本の未来にね、展開されていくと思うとちょっと怖いですよね。まあ、そういう意味ではね、コロナが、まあ、日本の社会をね、もう内面からどんどん潰しているということで、まあ、ある意味ね、日本はコロナに敗北したっていう、まあそれをね、認める勇気も必要だと思うんですよね、政府は。いやいや、もうなんかね、我々はちょっとね、コロナに今負けつつあります。本当申し訳ない。だけど、もうそれは認めざるを得ません。だけど、まあなんとかですね、皆さん、なんとか立て直しましょうっていうね。まあそのためには、まあこうします。もうとにかく厳しくいくしかありませんと。もう皆さんね、外出したら逮捕するとか、まあそのようなね、強い態度を持っていかないとコロナを抑えることはできません。なので、もう皆さん外には出ないでください。外に出たらもう皆さん逮捕します。本当に申し訳ない。従ってくださいと。まあその代わり皆さんが外を出なくても済むように、もうね、過剰なまでの保証はいたしますと。もうお金をたくさん吸ってですね、国債をたくさん、用意しま、お金もたくさん吸って、皆さんに、保証しますから、まあ、とにかく外には出ないでください。よろしくお願いします。まあ、出たら、その分ちょっと逮捕させていただきますぐらいのことしないとね、おそらく人流抑制はできないし、コロナは抑えることはできないし、まあ、それによってね、オリンピック開催も、政府の皆さんがやりたくてやりたくない悲願のね、オリンピック開催ももうできないんじゃないかなと思いますよ。まあ、結局ね、何がいけないかっていうと、まあ、政府がね、お金を出さない、お金を出し渋ってる、いわゆる緊縮財政にね、走っていることが全ての原因であるわけだと思うんですよね。これはまあ、いろんな人たちが言ってるわけなんですけど、じゃあそれをしているのは誰かっていうと、まあ、政府というよりは、財務省なんでしょうね。その財務省の言いなりになってる政府なんですよ。まあ、結局、その犠牲となっているのが、まあ、国民、映画館をはじめとしたね、国民なわけで、まあ、とにかくやっぱね、お金を出さない、お金をすらないっていうところにね、すべての原因があるんじゃないかな、なんてね、まあ、ちょっと素人ながら思ってしまうわけなんですよね。まあ、今のようなね、竹槍訓練を強いられているような世の中では、まあね、良くならないっていうかね、だってもう現に悪化していく一方じゃないですか。もう、社会の雰囲気も悪化してますよね。まあ、いわゆる猜疑心が国民の間で今、猜疑心が広がってて、まあ、例えばね、批判の矛先が、例えばこのオリンピックのアスリートたちに向いているって、もうこれ完全ね、瀕死ればドンする状態に日本人が陥ってる調査でもあると思うんですよね。なんでアスリートの人たちがと思うね、僕は思うわけなんですけど、実際そうなってるっていう。まあ、結局日本人がね、貧しさゆえにどんどん精神的にもおかしくなってる。うん、それがアスリートに向いてるっていうね、もうこうおかしな状況になってるわけですよね。まあ、瀕すればドンする状態になっているっていうことで、かなり日本人、まあ、日本国民もね、限界を迎えているんじゃないでしょうかっていうことでね、本当なんとかしてほしいですよね。まあ、結局、これをね、覆すためには何が必要かというと、結局はお金だと思うんですよね。保証金とか、もう潤沢な保証金、支援金だと思うんですよ。それも一部の貧しい人とか困ってる人たちだけじゃなくてね、もういわゆる本当にみんなにやらないと。アメリカはやったんですよね、保証金をね。1人当たり15万だか20万とかやってるわけでしょう。それによって今アメリカどうなってるかっていうと、なんかバブルが来てるみたいなんですよね。ウハウハなんですよ。みんななんかこう気持ちがマインドが上がってるわけですよね。で、経済も良くなってるわけでしょ。なんで日本はそれを真似しようってしないんですかね。プライマリーバランスばっかり重視して、まあ確かにね、お金を吸ってやるとね、お金を吸ってこう、お金をばらまくとインフレになるとかいろんな懸念はあるかもしれないですけど、今日本ってデフレでしょ。多少インフレになってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ、それによって、こう、なんかおかしくなっちゃうっていう人もいるんですが、やってみないとわかんないじゃない。ねえ。現に今、緊縮財政を展開していることによって、今こんな状況になってるわけですよね。良くなってないじゃない。ねえ。だったらもう政策変えるしかないですよね。なのに、頑なに緊縮財政を変えようとしないこの日本の政府。こんな、で、なおかつこんな竹槍訓練みたいなね、非科学的な戦術にこだわっている、固執しているわけですよね。まだまだお金をたくさん吸ってばらまいくっていう方が、科学的まだ科学的に合理性があるような気がしない竹槍戦術なんかよりはよっぽどか合理的だと思うんですけどね。どうなんですかね。まあ、とにかくね、まあ、なんとかしてほしいですね。このままじゃ本当に政治に殺されてしまいます。以上、ミステリー作家の七吉でした。それでは皆さん、ごきげんよう。